皆さんこんにちは、グマイツチャンネルです。今回は遊空気周辺に来ております。現在、作業員さんがね、ちょっと前に、いらっしゃるのがですね、あの顔の前、今ちょっと登ってきましたけど、 231K の1000番台、そのお隣が最近あの廃線になった 115K です。あ、違った、失礼しました、大変失礼しました。115K でした、大変失礼しました。それでですね、ここには待って、185系2台は多分もう近くね、なんかの車両のあの回転数とかに、運ばれるものだと見られます。まあそれのね、運ぶ前の最終の2編成だと思われます。まあ本当に2編成しか残ってないのかというとちょっと微妙なんですけど、で先ほど車両員さんがいたり隣にある、ちょっとこれ今電柱のあの黄色い柱がちょっとぶつかっ違ったかかったようかぶっちゃってると思うんですけど、おー踏み切りになったか、今が今先にかかりましたけども、先ちょっとですね、踏み切りがね鳴ってしまいましたね。多分これからまた見られるもんだと思われるんで、ちょっと待ってて行きましょうか。いやで、ここ柵のあのすいませんね、柵のあのちょっと太めのかぶってない233系、今作業員さんが歩いてる車両のとこです。233系を3000番台ですね。はい、では両方から来るっていうんで、ちょっとどっちか先に来るのか分からないんですけども、タウンどっちでしょう、こっちかな。あ、こっちですね。来た車両はE231系の1000番台です。後ろから来たのも E231 の1000番台ですね。ちょっと見えてないですけど、こちらは15両編成、10+5編成ですね。ではやっていくんですけども、まあ、そんな感じでしょう。東北本線の線路を私はちょっとまたいでいく。先ほどの列車はね、もうちょっと行っちゃいましたんで、そうこうやってポイントがね、すぐそばであります。こうやって踏切内にポイントがあるっていうのは結構レアなんですよね。よっ、端っこに来たんでちょっと見えなくなったんですけども、これからちょっとまた多分北斗星のあの仕様も見れると思うんで、じゃあちょっとこちらの方です。こっちはちょっとなんかエレベーターが入っていると、塔っていうか塔ではなくてあの跨線橋なんですけど、エレベーターが入っています。まあこんな風になってるんでしょうか。ちょっとですね、見えないんですよ、こうやって。ちょっとなんか立ってますけど、高いな。ライトですか。ライトですね。はい。謎の矢印です。その下に赤い箱。JR とか出ましたね。さあ、皆さん見えます？お、あ、見えますね。じゃあちょっとこのまま移動していきますよ。あ、少しなんか草もあったんじゃないかと思います。いや、ここからさらにちょっと草が少なくなるんで、ちょっとぜひ期待したいもんですよ。猫とかなんか言ってたんですけど、猫なんて言うとこも見当たらないですけどね。
なんかこの具合言ってたことなんで。いえ、はい、115キロちょっとだけ見えてます。もしかしたらあっち行きましょうか。ちょっと電柱を挟んで行ってるんですけども、どうでしょうか。ちょっと分かんないですよね。このままじゃ分かんないですよね。はい、もうこんな感じでしょう。はい、115系です。で、私たちとになった北斗星の人のことなんですけど、曖昧と思ってるなんですよね。かなり前から止まってるんです。そしておお、いいな、いい並び、東北本線のナビですよね。はい、これですよ、これ今ちょっと拡大されてるのはいいんで、130番台、こっちの総体の佐々木大さんの隣にあるのがいいんで、131系の1000番台、そっちが115系と。あ、まあいい並びですね。宇都宮線とかあのなんか並びじゃないですか。まあ、違うんだと思うんですけど、多分違いますね。こうやって見ていくわけです。見ていくわけなんです。そして作業員さんがちょっとだけ行かせてます。なんか動くのかな。階層ってしか書いてないんですけどね。動かしてるのは私のカメラですからね。いたちょっと皆さん分かりますかね。よっ、ここまで、よっ、いたほらほら、ちょっと柵にかかってますね。ちょっとこっちに、え、大丈夫だろうな。よっ、カメラしか入ってないかな。いたこの人です。この青い人、これは多分もともと北斗星じゃん、知るじゃないんですかね。ちょっとよく分かんないですけども、金色の帯がほら入ってますからね。多分北斗星じゃないかなと思います。で、その隣にここがヒントは、いや、ある黄色い人がいますね。黄色い人、それが最近登場したレール輸送車というものです。うわー、いいな。その後ろにはですね、なんか車掌車らしきものもね、埋まってるんですけども、ちょっと一旦ここでこれでちょっと大駅の方に戻らないといけないんですね。はい、ちょっと、もうすぐそれはですね、あれなんで、つまりあれっていうのは帰る時間のことですけども、あ、なんか関根さんが出てきましたね。何かやるんでしょうかな。なんか変わったことが起きそうで、何も起きないですね。あ、じゃあちょっと、じゃあ、今度ですね、こうやって、撮影して、なんか列車通ったら見れるようにね、まあ、こうやって撮影していくことにしましょう。別になんか何も来ないんですけど、どうすか、何も来てますね。よよ、靴、誰かな、片方だけの白い靴ですね。ちょっと意味がない靴なんで、何をしてるか分かんない。はい、もう
60分経過した。中心地で注意の、ちょっと、案内。でも、踏切になると大体、首都圏の踏切はよく見るタイプですね。タイプっていうか、やつですよね。六方こんな感じ。すんごい振動してますけども、すいません。本当に、もうただ、よく中心の振動してるんですか。さあ、さっきの位置に持ってまいりました。まあ、こんな感じでしょうね。では、ここから少しね、自転車走らせて、奥行きの方に向かって行こうと思います。それで、まあ、最後としましょう。ちょっと今の画像、この画像はね、ちょっとこの声は後で編集ってもんなんですけども、この画像は2倍速ですので、2倍速。まあ、よろしくお願いします。そしてしばらくミュート出します。よろしくお願いします。ね、ちょっと待ってください。なんかカンカン言ってますよ、カンカン。さあ、これはね、列車が来る合図。さあ、どうだ、来るか、何が来るか、レア車両だといいんですけども、まあ、そこまで運よく来ないもんだと思いますけどね。はい。さあ、何が来るか、まあ、さっきから何度も言ってるんですけど、何来るんでしょうか、これ。わかんない、わかんない。もしかしたら、こっちから来るのかもしれませんし、あっちから来るかもしれませんので、こっちを移しておくことにします。あっちからですね。E231 の先番台です。後ろに付属編成の E231 の先番台でした。かっこいいな、やっぱり。初めて列車っていうのは。というわけで、ちょっと、ここはまた見え、さっき見えたし、見えたを、ちょっと、すいません。よろしくお願いします。ちょっとね、よーい、どん。はい、115系見えます。で、このまま、ちょっとしばらくこうなっちゃうんですが、屋根だけ見えてる。で、しばらくこっちはね、進んでいくと、危ないから線路に入ってはいけません。まあ、それ見せたんじゃなくて、乗りたかったのこれですよ、これ。115系ですね、これ。すごいな。5号車と6号車グレー車だったんですね。ちょっと初めて知ったんですけど。はい、5号車と6号車グレー車マーク。で、なんかちょっと気になったことあるんですけど、枠が変なようになってます。ここはなんか書いてあるのに、あっちはね、ちゃんと階層って書いてあるんですよ。ちょっと意味がわからない。
ないんですよ。まあ、というわけで、まあ、この動画もね、15分以内を進めたいと思います。ちょっとここで終わりなんですけど、最後はね、ポイントをちょっと映してるんですけども、別に最後だからとかそういう問題ではないんですよ。なんか、くるくる来た来た。すぐ、最初通過する列車を許していきたいと思います。本日も違った。今回もご視聴ありがとうございました。